写真拡大。ウエスタン、阪神広島、24日、鳴尾浜球場。広島、羽月が貴重なタイムリーを放った。4回、ルーキー韮澤の中義偉で2点リードとし、なお西二塁の好機で岩田から左越え的時二塁打を放った。高卒2年目の羽月は試合前の時点で18試合の出場で打率300をマークしていた。